はい、電通北海道からお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは株式会社電通北海道代表取締役社長の高堂治さんです。高堂です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。電通さんといえばもうみんなね、あのお仕事なんかはみんな知ってると思うんですけれども、あえての人となりに触れる3つのキーワード、今日も高堂さんにご用意いたしました。はい、はい、じゃあ早速3つのキーワードで伺ってまいります。3つのキーワードこちらです。じゃん、はい、ジャズ犬とかラジオドラマとか、あ、はい、文学青年だった6つ上の兄、始まる時に雨が止む。なるほど、なるほど。今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、初めに、ジャズ犬とかラジオドラマとかっていうキーワードにさせていただきましたが、うん、お忙しい中ね、結構あのそうだ、お芝居とかも見てますよね。そうですね、はい、あのお芝居大好きです。特に今あの、演劇創造都市札幌プロジェクトなんていうのをね、はい、ちょっと一緒にやらせてもらっていて、うん、演劇シーズン、そうそうそう、どの後でありますかね。いや、もう私ももういっぱい見ました。夏冬とやってるんですけど、はい、一応解禁賞です。すべて見させていただきました。さすがですね。お芝居大好き。その他にもいっぱいいいお芝居、うん、たくさん本当にあるんですけど。そうですね、はい、音楽もお好きでしょ。そうです ね、お酒もお好きですよね。あ、嫌いではないですね。秋田出身です。はい、私の周りで秋田出身はみんな強いですから。あ、結構強いんですよ。あ、やっぱり私は強い方じゃないんですもん。あ、秋田では、うん、あの学生時代に秋田から来て、はい、みんなと一緒に飲んで、うん、あ、俺は結構強いかもしれない。秋田ではもう全然普通よりちょっと下ぐらいで。へえ、いや、あのお仕事柄あれでしょ、あの飲む機会も多いですよね。そうですね、ね、はい、そうですね、はい、あっちこっちも行ってももう飲むも飲むし飲めるし、うん、音楽も好きだし、うん、演劇も好きだし、うん、もういろんなこと本当もう好奇心いっぱい、お付き合いもいっぱいなんですよ。はい、で、あの聞いたら、はい、いや、これ嫌いな人は大変だと思うんです、こういう毎日スケジュールびっしりなのが、うん、でもそうでもないんだと思ったエピソードがこちらなんです。うん、ジャズ犬とかラジオドラマとか、学生時代の話ですね。そうそうそう、はい、秋田から北大にいらしたんですもんね。そうです。はい、北大何学部ですか。法学部ですね。法学部、法学部、法学部時代にこんな感じだったんです。はい、ね、はい、あのジャズ犬は何やってたんでしたか。コントラバス、ベースを弾いてました。ダブルベースですかね。こういうやつですね。かっこいい、見たいです。いやいやいや、ちょっと今封印してます。なんか機会ないんですか。まあ、ありません。のね、絶対にありません。本当ですか。あの大学当時はアルバイトもしてたってね。ね、ジャズ犬の人ができるバイトっていうのがありましてね、はい、あの当時ね、アルバイトっていうと一番いいのは、まあ、家庭教師とかでしたからね。家庭教師が結構、はいはい、うん、まあ、それよりもさらにいいバイトが、すすきのでベースを弾くというバイトで、これはあの部員であれば代々受け継がる、受け継いでいくんですけど、結構大倉ダンスホールっていうところで、あの、ダンスの伴奏、あのフロアがあって、もう時間になるとたくさんこう綺麗な靴を履いて、まあ、割と高齢の方がいらっしゃって、あ、はい、もう今ないんでしょうけど、うん、なかなかいい経験でした。そこでベース弾いてアルバイト賃もらって、はい、そうです。ちょっとね、うん、あの部には少しこう戻して、あ、部にも入れて楽器を買ったり、はい、アンプを買ったりして、なるほど、やってましたね。うん、そういうジャズ犬でね、音楽もされていて、ね、はいはい、あともう一つ、これラジオドラマも作ってたっておっしゃるんですか。これね、名前はあの放送研究会って、よくあの大学にありますよね、うんうん、あのテレビ局に入りたいぞみたいな人が、はい、名前はそうなんですけど、実際やってたのはあの音声劇をずっと作ったり書いたりしてまして、はい、これはあのすごく楽しかったですね。うん、あの映画作るほどお金がないし、今あのビデオのあとがすごく簡単に、今これもね、福さんお一人でやられてるけど、すごくまあやろうと思えばできるんですけど、当時はやっぱり映画っていうとものすごいお金がかかるし、はい、あとその何ですかね、文章を書くとか小説を書くっていうとものすごい才能がいるような、はい、これちょうどその間に仲間もいるし、いればできるし、はい、お金もそんなにかかんないっていうんで、はい、これはラジオドラマっていうこと、結構あのやりたいことにたどり着けるっていうのかな。で、私は 2,3 本ですけどね、10本ぐらい残した人もいます。うん、やりたいことに
たどり着きやすいっていうのはなんか私共感しまして、うん、私もあのラジオ時代が長かったのでやっぱりちっちゃなコミケで、うん、やっぱりちっちゃい曲だったんで、うん、もう今ある機材で今あるマンパワーでどこまでできるかっていうような、そのラジオって割とその考えてることを形にしやすい低予算でっていうのはありますよね。ない中でこう工夫していくっていうのはすごい難しかったですよね、はい、この間 NHK でラジオドラマやったんですけどね、写真部の話なんですよ、うん、高校生の写真部の話で、はい、そこにその写真の描写っていうのがラジオで出てくるじゃないですか、うん、となんかそういうこう言葉で表現するんだけど、テレビでやるとか映画だときっとその写真が出ちゃうんだ、あ、はい、うん、その言葉でやるからそれぞれがこう想像するわけですよ、はい、勝手に、それがすごい、あ、これは音声劇向きのテーマだなと思って、みんなそれぞれその主題となるこう写真をね、うん、想像するっていう、うん、まあまあいろいろありますけどね、語れば長いです。面白いです。だけどこういう、こう学生時代のお話を伺いますと、やっぱりこうクリエイティブなというか、こうものを想像していく、うん、そういうもう素養は学生時代からもう伸び伸びされてたんですね。いや、素養っていうほどでもないのでしょうか。まあ好きなことは好きで、好き、はい、実は私電通に入ってからも、うん、ずっとあの制作一筋、うん、一筋ですかね、はい、本当にここに来てこういう仕事、社長という仕事をやったのが人生初営業みたいな感じで、それはそれでまた、とっても楽しいんですけど、ずっとあのキリ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 こう胃が痛みながら制作の仕事をしてましたですね。うん、法学部だったけどやっぱり、まあ、メディア志望でいろいろ他にも受けました。そうですね、うん、まあ、放送局とか私たちの時は大学4年生の11月1日、はい、筆記試験で始まるっていう、あ、遅いんですね。そうなんです、当時ね。そうですね、はい、で、そうじゃない人は10月1日の面接から始まるっていう、うん、まあ、その時期になると長い髪を切るかなっていう感じ。そうそうそう、髪の毛、そんな昔のフォークソングじゃないけどすごいロン毛だったらしい学生時代。どこまでありました？いや結構ね、さ、この辺まであったかもしれない。海援隊ぐらいありました。ありましたかね。アイストレートじゃないんだな。でもちょっとありました。ありました、はい、結構ね長かったらしいんですよ。学生時代のエピソード、あ、と時代的にね、はい、本当そうです。僕の髪がですもんね。そうですね、はい、すぐ肩までは伸びるんです。すぐ肩までは伸びる。はい、そんな高藤社長でございますが、素敵なお兄様がいらっしゃるということで2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目のキーワードこちらです。じゃん、